はい、なおめさん、こんにちは。こんがりです。というわけでですね、本日も PUBG ニュース8やっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、まあ明日、まあ大型アップデートがやってくるんですが、まあ皆さんね、いかがお過ごしでしょうか。まあ僕はですね、楽しみすぎて、夜しか眠れません。はい、ということでね、まあ早速今日も今日とて、アキンと遊んでいこうと思うんですけれども、皆さん、9月のね、大型アップデートで、まあ、補給物資初動折りってものが、まあ、できなくなったと思うんですが、なんとですね、このアキンタには、まあ、実はですね、初動から補給物資というものが湧いておりまして、まあ、そのね、マストにね、行けば、必ずですね、物資が手に入るということで、皆さんね、初動補給物資折りしたい方は、ぜひね、ここに来てほしいということで、まずは僕やってきました。はい。最近さ、ここ行くのはいいんだけどさ、まあ敵めっちゃいてさ、もうちょっとしばかれってさ、俺ランクガンガン減ってるんで助けてください。ということで、あれいないね。一旦敵は逃げたかな？うん。いなさそう。さということで、じゃあまあ一旦ここ運試ししましょうか。2個ね、手に入る可能性があるんですよ。まあまず1つ目は、ここ補給物資ありませんでした。まあ、ワンチャンね、今の部分に、補給物資入ってる可能性はあるんで、まあ、皆さん開けてください。うるさいんですが、はい。で、確実に、は？え？え、待って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 。嘘だろ？え、修正されたんだが。え、ここにさ、レッドフレア確定であったのに。え、マジ？ 2 日前ぐらいまであったのに、は？なくなってる。どういうこと？マジですか？あ、キンタ修正来てる。おい、マジかよ。補給物資初動折りがですね、なんとできなくなりました。皆さん、秘宝です。これはこの怒りをもう力に変えてやっていくしかないね。あ、マジか。うわー、ショックオブショック。それは聞いてないよな。まあただ3別あったんで、まあ一旦許すか。うん、あと M24 通過。おっと、マジそんなことある？そんなタイムリーなことありますか？マジか。今までさ、ここにあったんですよ。まあ、皆さん知ってるでしょ？もう。なくなってた。アーキンタに劇的な変化が訪れているんですが。マジですか。うわー。新たな発見してしまったな、今日。まあいいや。一旦敵しばきに行きますか。で、今日は、まあ、M249 プラス、まあ、M24 ということでね、ダブル M24 編成でいきましょうか。なんかいるしな。あの屋上になんかいるわ。普通にプレイヤーだな。しばきます。あいつしばきます。本当にちょっと八つ当たりしますわ。何やってんの、さっきからずっと撃ってんじゃん。何あれ。あー、あれだ、ミッションやってんだな。あれハロウィンミッションだわ。これミッション中ね、そのミッションやったから君はミッションインポッシブルになってしばかれる運命よ。はーい、来ました。こんにちは。おれやばい、エイミングやばすぎ。しかし弾数の暴力な。オッケー。なんか最近さ、そのゲーマーにとってとてもですね、嫌な季節になりつつあって、寒いじゃないですか。指がカチンコチンでさ、マジでさ、今までのプレイできないんだよな。みんなわかるでしょ、ゲーマーなら。ゲーマーあるあるなんですが、もう冬っていうのはマジで天敵なわけ。まあ、しかし、まあ、なんとかね、M249 が救ってくれたわ。マジでさ、この時期とさ、M249 ってかなり相性いいからね。まあ、季節によって、その武器を選択できるかできないかっていうのが、まあ、大きなですね、まあ、ドンカツのファクターになってくるんで、まあ、皆さんはですね、この季節を考えてしっかりさ、武器選びしないといけないっていうことです。はい。だってみんなもさ、夏にさ、夏服着てさ、冬に冬服着るじゃん。で、秋に秋服着て、春に春服着るでしょ。そういうことなんですよ。しっかりと春夏秋冬、四季に合わせたね、武器選びっていうのをちゃんと心がけてください。はい。まあ、冬はですね、もう言わずもがな、手がね、カッチンコッチンに冷えて、もういつも通りのね、プレイができないということで、まあ、エイムもですね、相当硬くなってしまう。で、この固まったエイムっていうのをどうほぐしてあげるか、
まあそれにはさ、やっぱり150発大容量にできる M249 なんだよな。マジで最近さ、ちょっとあの頭働いてなくてさ、今ね、全然なんか自分がさ、何言おうかなって考えずにひたすらね、思いついた言葉をさ、まあ、アウトプットしてるだけなんで、まあ、楽なんですよ、動画撮ってるの。ただ昨日ね、僕確か解説動画じゃないわ、アップデートの紹介動画出したんですけど、もうさ、めっちゃさ編集でカットしたの。とかっていうのがもうありすぎてさ、さすがにみんなにさストレスかかると思って、もう僕ね頑張ってねカットしたんですよ。褒めてあげてください、本当に。いやマジでさ、考えながらさ喋んの苦手だから、もう俺はさ、もう今後一切さアップデート紹介動画なんて撮らねえ。なんか自分のさ発言したいことじゃなくてもしないといけないじゃん。なんかみんなに伝えるためにさ、なんか情報調べて、でまあこれこれこういう理由でみたいなさ考えながら、まあ一応台本はないんだけど、ある程度さ喋る内容っていうのはまああらかじめね、決めてから、まあ僕ね、まあぶっつけ本番で撮ってるんですが、さすがにさ、なんか俺には向いてねえわ。脳死でね、何も考えずに、なんか実況動画撮る方がね僕には向いてるんで、まあこのスタイルだとね、まあ、言葉がポン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 出てくるときは出てくるんですけど、出てこないときは何も出てきません。はい、一生無言の時あるんで、僕動画撮ろうと思ってね。マジでさ、インスピレーションって大事なんだよな、まあ、その時のさもう運だよね。正直もう僕はさ今 2.5 周年迎えましたが、もう未だにさ慣れない。本当に未だにね正解が分かりません、この YouTube のゲーム実況っていうのは。マジでさ、どのようにやればいいんでしょうか。皆さんね教えてください。もう逆にもうみんなに聞くわ、リスナーに聞くのが一番いいからな。だって僕はさ、リスナーのさ需要に合った動画を撮ればいいんだから、なんかみんながね教えてくれるとかなり助かるんで、まあ、僕をね、まあ救うと思って、まあ、皆さんねコメント、今の僕に足りないものをコメントガンガンしてください。まあ、編集頑張ってくださいっていうね声ねたまにいただくんですけど、あのさ俺プラス編集ってあんまね正直言って組み合わさらないのよ。なんでかっていうと、僕のさ例えばこの発言に対してね字幕をつけたらマジで意味わかんないことになると思うの。カオスすぎるんだって。言ってることがさ、まあ、クソ適当だから、こういう適当なさ、なんだろう、この文章っていうのはテロップつけないぐらいがちょうどいいんですよ。皆さんねもう聞き流すぐらいがちょうどいいの。なんかテロップでさ、その何そんなに真剣にさやるとマジで頭がおかしくなっちまうよ。ということでなんか受精したな。だるる。あれはなんだ、あれは AI か。 AI ですね。あの AI ちゃんをしばいてあげたかったが、いるな。どっちも AI か。あ、全然頭当たんね。いや冷え切ってるわ、エイムが。エイム冷め中です。はい、温め直さないといけないな。レンジで5分チン。いやマジでさ、エイム冷めすぎててやばい。カッチンコッチンだもん。残りは生存人数がなんとですね10名です。はい、1人しばいてから全く敵が見えませんが、今日も今日とってこのアキンタはねだいぶ盛り上がってるとは思うんですけどね、ソロモード。しかし盛り上がりすぎて序盤でね戦闘が激化してしたせいで敵とですね接敵せずにここまで来てしまった。はい、まあいっか、アンチいい感じなんで、あの補給物資入ってたら欲しいね。さあ入ってるのかどうかは分かりませんが、とりあえず強欲に行こう。もう自分のエゴにさ従う、これはエゴイストだからな。こんな動画撮ってるのなんてもう単なるエゴなんで、誰かのためとかじゃなくて自分のため、もう自分のエゴ本能にもう突き動かされてるから僕は。はい、中身ありませんでした。マジか。サンバックセンキュー。さあただサンヘルが欲しかったな。欲を言うと、もうエゴ丸出しで言うとサンヘルが欲しい。それ以外はいらねえ。いやーやってんな。さあスカーですか。まあ5ミリでねスカーといえばまあかなりのね、まあ、人気スターですが、まあ、スカーだけにな。しかしまあこのね悪役っていうのも忘れちゃいけないっていうか、あいつなんだ、いるな。
ほれ、はい、胴体当てて、やばい、サンスコだから当てにくい。さあ、もう一発当てて。あん中隠れたか、あん中隠れてるのは草の中、違うか。やばい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 、あんまりあいつにばっかさ相手してるとさ頭抜かれそうだな。いったんや、キューラー行ったかな。まあ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 、ポジショニングから始めましょうか。有利ポジさえね、気づいてればまあ負けはないんで。いやー、ちょっとさ M24 のバイポッドにしたかったが、頼めんじゃん。頼むか。ここはカスタマイズキットでバイポッちゃんつけていく。だけどね、今回 M24 が活躍できそうにないんだよね。スコープがちょっとねしょぼすぎ。あいつなんかスモーク焚いてんな。スモーク焚いたはいいが丸めだぜ。もうそれヘイト買っちゃうからな、周りの敵からも。まあ、それであんたがいいならいいよ、頑張りたまえ。さあ、とりあえず届いたんで、カスタムしていきましょうか。明日からはね、トレーサーっていうもう公式チートがねついちゃうんで、この M24 に。このさ、古き良きさバイポッドのさ M24 さ、今日使ってあげないとな。まあ俺はいいと思ったこと一度もありませんが、まあ、中にはいいと思ってた方もいるでしょう。まあ、そんな方のためにね、俺が鎮魂歌を歌ってあげようと思う。レクイムですな。さあ、マクラーレン黄色走らせてきやがった。いや、マジでマクラーレン治ってくんねえかなって思うんですけどね。治らないんでしょうかね、こいつは。さあ、来た来た来た、マクラがやってきたよ、みんな。マジ、マクラ2機は本当にしばきたい。マクラ使うなって、まあまあしょうがないよな。当てたんだから使いたいよな。まあ、俺だってさ、問答無用で使うぜ、大会とか以外では。だって、せっかくさ、課金したのにもったいないじゃんね。運営が修正しないからってさ、その修正を待ってさ、何、自分が使わなかったらさ、いつの間にか引退してるよな、みんなニュースで。そんな引退前にですね、しっかりとマクラーレンを使うことはもうプレイヤーの義務だからな。まあ仕方がない。直さない運営さんが悪いと思います、そこはね。そこはしっかり辛口でいく。俺は運営の犬ではないからな、思ったことは言ってしまうんだ、すまない。さあ、あいつあんなところに伏せやがった。さあ、ただ俺はバイポッド M24 なんで、はい、このまま、このまま連続で撃てるというね、もう DMR もびっくりの連射性能なんで。とりあえず M24 ちゃんであいつ当てといて牽制しておきましょうか。で、いつでもさ顔出してきたら君しばっかのだ。さんねー、うわー、なんか、うわー、なんかだな。いやー、ここで落としても仕方がないか。ワンチャンさ頭上で落とせばなんかドラマがあったかもしれませんが、遅かったです。さあ顔出せ。まだいるよな、あいつ。普通に勘違いでしょ。あ、いた。いやー、若干入られたか。いや、まだ入ってないよな。 OK、 とりあえずバイポッド M24 は使ったんで、一旦あいつ沈めに行きたい。後ろ怖いけど、そんなんしょうがない。さあ、あ、バイ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 、あ、俺撃ったのか今。ほれ、くっそ、なんで今ので撃ち負ける、なぜだ。3位でした。おい、勝て、俺に勝ったんだから、せめて勝て。じじ、上には上がいるということでね。いやー、 M249 じゃなかったら勝てたんでしょうか。普通にこいつ暴れ馬だな、うん、武器のせいにすんなってな。うん、ということでね、まだまだ僕は修行が足りないようです。皆さんね、ぜひ M249 使ってね、頑張ってください。なんかさ、アキンタさ、ところどころ修正入ってるみたいなんで、ま、以前とね違うことがあったらぜひコメント欄で教えてください。以上、こんがりでした。じゃあな、じじー。